皆様明けましておめでとうございます。1月1日、夜の19時20時、そんな感じ、19時20時そんな感じ、テイラクです。今日もミングルやっていきましょう。締め縄じゃないか、なんて言うんでしたっけ、こう飾り、玄関飾り、いいね、みかん、いいね、みかんうまそう。1月1日なので、今日も頑張りましょう。まあ、やった方がいいかなと、ちょっと思ってしまって、1月1日だったらやった方がいいですよね。ああ、もうやってた。62,000コインあるけど、このスーパーミンゴルフェスの、こちらをやってしまうと面倒くさいことになるんです。優勝コインが2万あるんで、2万が吹き飛んじゃうんです。優勝コイン2万が、それはさすがにできないということで、まあ行きますか、こっち行こうか。この並びが最強だよな今のところ。まあいいよね、こんなんで。よっしゃ、やっていこう。誰にしようかな。最初の対戦相手の方。うん。楽しい楽しい。プロツアー対戦2578レザードさん。元旦の日の、やっぱり1年の計は元旦にあり、バースリーやらないとね。ミンゴルやるのはただ単純に楽しいからやるだけ。では始めます。風向きがあれだね。はい、まあ風神でいけなくもないか。相手は何をしようとしているのか。外、相手が外にするならもう普通に、ああ違うか、それではないと。でも 2.9 上だから、まあなくはないけど、そこじゃないな。旗に当たる、まあ探してますね。いやそこじゃないな、そこじゃないな、そこ、そう、それ悪くないけど、なるほどね。それで入るかは微妙なんだよな。03か。ナイスショットです。でもいいね、1.5倍。おお、決まった、 1.5 倍、さらにナイス。1.5 倍か、どうしようかな。1.3 倍でも勝てると思うけど、ちょっとそういうのはね、試したいね。1.3 倍勝てるよね。1.3 倍の、2.9 上。まあ行きます。ナイスショット。ふうふう。外してる外してるからもう。いやちょっと確認したかった今の。1.5 倍のダイレクトショットと 1.3 倍の突き上げるライジング、どっちが得点高いか確認したかった。リベンジマッチをしたいと思います。誰にしよう。今のは悪くないよ、悪くない。きたー、来ました。勝ちます挨拶をした上で外すという、この恥ずかしい二重苦。パンターのパツ1で、
風がそっちか。さあ行きましょう。よろしくと。おー、まあ祝砲かな。28.2 した。見ますか。さあ行きましょう。ナイスショット。これを超えるものがあるか。まあギリギリなんとかなったんですけど。では始めます。見ますわ。03の 1.5 倍か。03の 1.5 倍でバーに当てられたらもう負け。ただダイレクトだったらそれはね、わかんないから。ダイレクトならわからない。03怖っ。あ、入ってないな。まあジャストでナイス。弱め。ナイスショットです。まあめっちゃむずいからね。どうだ。よし。うわ、そう。リベンジできました。やったー。よかったよかった。ではさらに対戦しよう。誰にしよう。3連続対戦はできないと。みかんさん2622、風神持ちですね。レッツゴー。対戦場所 BGM 変えましょう。バースリー。ジャクポ。じゃあ対戦の音楽をジャクポットに変えますと。パツイチ多いな今日。ずっとパツイチだな。向かいか、むずいなこれ。風が向かい。風神で、どうすんでしょう。あー、つけるのか。オレンジなんだよな、でも。厳しい。オレンジ、赤。お、いろいろ考えてる。直接狙う 3.8 上。風神横下真ん中下そこ。ちょっと強めか。ナイスショットです。今ちょっと強めたね。ちょっとね。さあ行きましょう。じゃあ地獄風神打つわ。でさっきのはあれだったんだよな。このぐらいでいいか。ダメでも知らん。ダメでも知らん。さあ来い。頼む。勝ったんだよ。これは勝ったでしょ。バーディーチャンスです。はーい。
クルパがあっても500の差だからね。はい、やったやった、勝ちました。うん、今日も頑張りましょう。よし、リベンジマッチを受けよう。誰にしようかな。次の対戦相手の方、うん、青さん2688、サキュバス的な感じはいいですね。紫合うね。なんかサキュバスだけどサキュバスじゃないみたいな、こう色合いがいい。色合いがカフカン、風向きですね。風向き、風向きを見よう。横か、いや、ん、向かいか、どっち。さあ行きましょう。うん、これ結局は飛ばした方がいいんだっけ。あ、届くな。今度は届くと、こっち側から打った方がいいんだけど、まあいっか。ナイスショット。今のところどうなるかわからない。いいですね。89.8 の横、まあ多分大丈夫でしょう。さあ始めましょう。新年豪快391。相手が自分よりも遠ければ勝ちだな。あ、近ければ勝ち。お、ジャックオーランタンクラブ。ナイスショット。いいわね。いいわね。78.4。勝ちだなこれ。決めたら勝ち。この風神が決まれば勝ち。なんですけど、90ヤードですよね。90ヤードは不可能じゃないはず。やってくれるはず。 2.6 上。しゃって、疲れた。お、風神買い持ちか。そしたら負けだ。風神買い持ちだったら負けだ。どの道。ナイスショット。これでも入る可能性ある。14.1。 こういって相手ああなってるから、この辺かなと思うんですけど、多分大丈夫だね。ほえ、よし。風神買い持ちだったか、相手は。誰にしようかな。ちょ、リベンジマッチさせて。ちょっと相手のことを見くびりすぎていた。ラウラさん2587。
つこう。まあこうやってミンゴルやりながら加藤純一待ちっていう、ここね失敗したんですよね前回。あまりちょっと高低差ある場所だと打たない方がいいんだよな。そっち向きか。さあ行きましょう。これ左が正解だと思う。左でできるだけ飛ばす、それが一番いいと思うな。可能性を、ゲロリ大丈夫かな。さあ飛べ。ドキドキもんですねこれ。うわー来たー、やっぱりね。始めます。無風打っといた方が良かったか。ただ相手は2打目どうするかなんだよな。うん、自分よりも近くには寄せられないはずだから、まだわからないです。これの結末は風神買い持ち、2連続風神買い持ち、えげつな。ナイスショットです。よし、2打目どうするかなんだよな。直決めだったらいいですね。ワンちゃんか。これ楽しみなんだよ本当に。相手が何を選択するか。200ショット。やべ金持ってるわこの人、この人金持ってるわ。そして直接狙っていく。んー、つけるだけかな。つけるだけならほぼ勝ち。あーそうっすか。ジャストでナイス。ナイスショットです。 1.6 倍ショットなんだ。で、まあそしたら令和の夜明けでも打つか。まあやるわけないよね。令和の夜明けをこの辺か。でも全然滑ってないこれ。斜面、めっちゃ滑ってるやん。あんま良くないのか、場所が。場所があんまり良くないのか。どこまででも滑るね。平地はないのか、平地は。10秒。187ヤード。それは無理だわ。ちょっと選択誤ったな。187ヤードはね、きついわ。23.2 した。勝つだもんな。うわ厳しい厳しい厳しい。
応調整した、頑張った、頑張ったは頑張った。はい、ダメ。はい、ダメでした。キュート。ダメだね。まあ頑張ったは頑張ったな。あっちはダメか。今日も頑張りましょう。よし、ちょっと反省しよう。誰にしようかな。平地がないんだもんな。平地がないのはやっぱりちょっと厳しいな。マサさん、さっきのホールはかなり面白いステージですね。うん。レッツゴー。2段目の高低差の難しさと風向きによってちょっと攻略できないっていう。キンガー横505。風は向かい風、追い風。どう打つか、似たかショットをどうするか。相手すごい厳しいですね。相手にとってはすごい厳しい。悪くないな。さあ行きましょう。届いた。この辺でいっか。うーわ、ナイスショット。うん、まあいいや。ほえー、いいですね。2打目で決めればいいだけの話。ここで入れるかどうかなんだよな、相手が。つけるなら、まあほぼ勝ち。夫人。231ヤード夫人、風向き。つけるのか、下。うん。ナイスショット。まあ入る可能性もなくはない。惜しい。 1.56。 じゃあ行こうか。ライアシ、いつものライアシ。この時点相当勝てるんですけどね。マジかよ。入るよね、大丈夫だね。これ入ってくれないと困るわ、マジで。うん。うえー。あーはあ、まあ私は悪くない。それでよし。あ、赤出てるけど、いらん。ここかな、ここかな。違うか。あれはもう運だわ。あれは運。それ。ラ
楽勝。はい、なかなか勝てないですね。誰にしようかな。まあコースであったり風神会であったり運であったり、まあいろんな理由で負けるわけです。2701とたけさん、レッツゴー。ミンゴルキャディのデフォ版がすごいな。ピアフィー。あーなるほどね、ここか。風だな、風はそっちか。さあ行きましょう。351。おお、風神あるかどうか。宿に、に底付けの、あーじゃああれだな。ナイスショット。どうしよっか。よし、131か。131の底、さあ行きましょう。まあ、決めるっちゃ決まるか。お、決めるといえば決まるけど、こっちダメなんだっけ。こっちダメなんだっけ。125。うん、相手どうすんだろうね。直接狙うか、あ狙わないね、狙うか、狙うかと言いつつ狙わないのか。引くに、ナイスショット。うん、じゃあライアしていっか。うん、ライアシンしましょう。やっぱあそこキングスガーデンが入りづらいのかもしれないな、ちょっとね。9.0 上、マジか。外すんかい。風神の練習するか。せっかくなんで風神の練習しますか。うわ、決まった、よかった。 1.7 倍のスパイラルが3回。
これは負けるのか。ナイスショット。いやー、完全にペースを乱されたんだな。待たせすぎたのかもしれない。やったー、今日も頑張りましょう。はい、誰にしようかな。最後の対戦相手の方、キリンの翼さん2534。ネフェルティティ。キリンの翼。バースリー。スコクラパツイチ。スコクラパツイチ。風神風神でもいいけど、超手アバツ。超手。弱いね。いや、いいね。もうちょい。よし、オッケー。ちょっと強めだね。これは勝負した方がいいんだろうな。さあ、行きましょう。いや、ここ祝砲がいいんだ。祝砲。祝砲で 17.1? 11したか。そんなに難しくはないはず。あ、挨拶しとくわ。金が新年ショット終わり。加藤純一からの連絡はなしと。で、あのツイッターの更新がない。あと1回でレベル9になるけど、まあ次回に回しましょう。いい動画が撮れてよかった。スパイラルありと。お、帰る。はーい、お呼びですか。スパイラルあるダイヤボックスあり。プラチナ開けていきましょう。当たり当たりありとかいいっすよね。なんじゃそりゃ。ダイヤ開けていきましょう。3つ。なんじゃそりゃ。あー、いいのが来るな。持ってないけど。なんか変なのたくさんどんどん増えるよね。持ってないけど。モダンウッドスキンクラブっていう名前。もっこなんか変なのあったよね。これこれこれ。ペイズリースキンクラブ。はーい、お呼びですか。ということで、今日のミンゴルは以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などなどしていただけると嬉しいです。ということで、次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。楽しいなミンゴルって。まあ勝ってるからだけど。